まず大事なのはこの A ピラーですね。こちらの太さであったり配置っていうところなんですけど、それに加えて、こちらのフロントガラス側からの視界であったり、こちらの三角窓の見え方、大きさであったり、サッシュの位置っていうところも重要になるので、それら全部を含めて総合的に見てどういうレイアウトが良いかっていうのを考えて開発しています。スバルの視界のこだわりとしてもう一つあるのは、あえてフードを見せているというところです。運転席から見たときに、より外側、より前側のフードの形状を見せることで車両感覚をつかみやすくしています。その車両感覚をつかみやすくすることで、住宅街のような狭い路地での右左折の時に壁やガードレールとかのこの距離感をつかみやすくして右左折しやすい、安心な視界を提供しています。運転席から振り返った際の斜め後方の視界として、このリアクォーターガラス周辺の視界にもこだわっています。車線変更の時であったり、合流するシーン、あとは交代するシーンなどで、斜め後ろを振り返って、周辺の車両の状況を確認しやすくしています。このクォーターガラスの大きさであったり、こちらのピラーですね、実際は強度を保つためにある程度の断面っていうのは持ってるんですけど、運転席から振り返った際にはその死角が最小限になるような形状を工夫して、斜め後方の視認がしやすいような視界を作っています。